巨人と魔物の軍勢を迎え撃つ神々。戦闘の様子。ビーグリーズは、北欧神話において、神々と巨人との最終決戦が行われる、場所とされている。コエッタの、バフスルーズニルの言葉第17から18節において、その場所が百平方ラスタ研究者により異なるだと語られている。スノーリノエッタ第一部、ギュルビタブラカシ。 第51章では、ラグナロクの日、ムスペルノコラが馬まビーグリーズに進むと語られる。前後は炎に包まれたスルトに従い、虹の橋、ビフレストを砕いて、ムスペルノコラビーグリーズに到着する。遅れて、フェンリル、ヨルムンガンド、ロキと彼に従うヘルの軍勢、そして、フルームイカソーの巨人が続々と到着する。神々は武装して、ビーグリーズへ向かい、 巨人の軍勢と激突するとされる。なお、こういったの、ファーブニルの言葉第14から15節においては、スルトとアース神が戦う場所は、オースコープニルという島だとされている。そこへ行くには、ビルレストという橋を渡る。ありがとうございます。